前回の続きから。上昇さんの頂から放たれた光は雲を吹き飛ばし雪を溶かした。そこで天日に照らされるは仙女のごとく佇む白き少女。指を振れば山も町もみるみるうちに様変わりする。その少女こそ死してまた蘇った今週の霊院様。天に春雷がなり、日差しが惜しみなく地に注ぐ。まさに七に落とし入れて後行く。この一難なくして生まれ変わることなどなかっただろう。